負けたから終わるんじゃない RTA 第2部、始まるよ。前回、ヒオウギシティを旅立ったホモは、30分も経たぬ間にトンボ返り。出来たてほやほやのジムに、挑戦することになりました。果たして、勝敗の行方は？続きはウェブで。さあいよいよ初のジム戦。勝率は2割、2回負けたらアウト。厳選作業からやり直しだー。相手の攻撃が外れる、奮い立てるばかりで攻撃してこない。こちらの攻撃は全て急所に当たるのを祈る、簡単なお仕事です。オッスお願いします。嬉しい。反面、きつさがいまいち伝わらなくて複雑。ベーシックバッジ。一発突破は、50回くらい戦って、初めてでした。二度と来ねえよ。ベーシックバッジ。前作では、七宝シティのジムリーダーが守っていましたが、博物館の館長も兼業しているリーダーが、研究で忙しくなったため、休養。ベーシックバッジを守るのは、彼になりましたとさ。ちなみに、当初はトレーナーズスクールの教師も、アデクさんの予定でした。しかし、本人が辞退したため、ケイレン君に、流されてアイラン島。再会したベルちゃんから恩返し、リーダーからは奮い立てるの技マシンを頂戴。超重宝します。もしもし、ドナルドです。そして、ポケモンと図鑑を譲ってくださった恩人、アララギ博士との初対面。実物に会うのはもっと先ですが、最近もありましたね、博士に最後まで会えないパターン。こちらの博士は生物なので、ご安心を。死んでんじゃない。生きてるよ。以降、シーギアとライブキャスター解禁。簡単に言うと、ポケギアとかポケナビみたいなもんです。4世代まで、基本的にポケモンセンターでのみ可能だった通信交換や対戦が、どこでもできるようになったハイテクデバイスです。通信ケーブルもいりません。科学の力って、しびれるー。あ、ワイヤレス機能はオフにしているので、シーギアは使いません。充電の減りが早いんだわ。次の目的地はタチワキシティ。ボックスにポカブ以外を預けて、買い物して出発。移動してる間は暇なので。
現在のポケモンと異なる仕様についておしゃべりしましょうか。まず、エアリータイプがいません。次回作、セックス卑猥からですね。タイプ関連ですと、鋼タイプも5世代まではゴースト、アクタイプに耐性がありました。続いて急所、倍率ドン。火ダメが2倍になります。さらに倍、今は 1.5 倍ですね。へぇ。また、トンランの自傷率が2分の1です。自分を殴る。6世代以降は3分の1の純情な感情です。へぇ。あ、虫除けスプレーの連続使用は、本作から。大便利大便利。バッジを持っていると、道を塞いでいたクマ男が襲ってきます。手持ちはリオル1匹ですが、これがなかなか。くせ者やねんな。先生ニトロで一撃のはずが、電光石火を覚えており、最後っぺとばかりにかましてきます。挙句の果てにはこらえるで食いしばり、遅延行為やめきくり。再生パターンは、こらえる電光石火のコンボですね。20番道路のトレーナーは短パン小僧、ミニスカート、山男など、ザ・序盤といったメンツですが、虫捕り少年は出ません。海外舞台の作品だと登場しないんですよね。虫捕りしないんでしょうか。そうかそうか、つまり君はそんなやつなんだな。ゲーレン兄貴から桃の実をいただきました。まるで桃みたいだ。そして訪れの訪れ、すぐに治るのですみません、許してください。何でもしますから。フェイントの天才エンジに注意。ゲート前の双子ちゃんは、手持ちが2体以上いると絡まれてしまいます。だから、ボカブ以外を預ける必要があったんですね。お姉さんからスーパーなたまたまをもらって、いざ立ち脇。いい BGM うるせえ。かっちゃま。アララギ博士の古い友人で、かつてはポケモンセンターで働いていたママ上。前作主人公の母親とも、お知り合いらしいです。ところで、あの親子は何をしてるんですかね？お邪魔よー。ほうほう、どうやら、彼女についていけば、ジムの場所がわかりそうです。ネットリストーキングいたす。ここがあの女のハウスね。ガイドウさんがいるのできっとジムでしょう。乗り込めー。ありがとナス。おっぱいてんじゃ。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。思い出に変わるこの日々に、何度もさよならをするおまけ、ハージマあるよー。序盤に解説した一種リンクには、キーシステムの他にも、思い出リンクという機能があります。前作のセーブデータを引き継ぐと、ブラックホワイトとブーの間に起こった物語を見られるシステムですね。引き継ぎは簡単。ワイヤレス通信するだけ。でも、プレイヤーは一人で2台の DS を操作しているので、時間がかかっています。許してヒヤシンス、ゼロ。ヒヤシンス！くだらないって騒ぎじゃないよ！ヒヤシンスどっから出てきたんだよ！申し訳ないが、Wi-Fi で受け継ぐのは NG。2014年5月20日に、サービス終了を迎えています。これが、Windows を終了するということだ。結構早いんだな。 BW2 の発売が2012年なので、満足に遊べたのは2年ほどだったんですね。それもそのはず、当時すでに後継機にあたる 3DS が発売されて1年以上経過していました。終末期の DS をプラットフォームにした理由は、コミュニケーションツールとしての性質を持つポケモンソフトを普及台数の多いハードで発売することを優先したい考えがあったかららしいです。ちょっと何言ってるかわかんない。友達の供給が間に合ってないんですが、それは。
新作のダブルパック購入特典は友達にしてくれよなぁ、頼むよ。 3DS 発売後の DS ソフトで唯一のミリオンセラー、有終の美を飾るタイトルとなりました。主に俺のおかげだな。作品のテーマは共鳴、主人公のデフォルトネームですね。それではデータの引き継ぎが終わったので早速ホモの思い出をたどっていきましょう。これもしかしてクッソネタバレでは、本編にまだ出てないキャラが出てるよ。責任者出てこい。まあいいか、1やってないのに2の動画見る人はいないでしょう、多分ね。いやしかし兄弟の中にはシンフォニアをやらずにラタトックス楽しんでた兄貴もおるしな。手元の攻略本にブラックホワイトのあらすじが載っているので一応簡単に紹介しましょうかいな。カノコタウンに暮らすホモはポケモントレーナーになることを夢見ていた。ある日のこと、ポケモン研究の権威アララギ博士からポケモンをプレゼントされる。幼馴染のケイレン、ベルと共に3匹の中から1匹を選んだ少年はママに別れを告げて冒険の旅に出かけた。旅の途中で少年の前に敵が現れた。ゲイチスと名乗る男が率いる集団はプラズマ団、幹部はシティケン人と名乗っていた。彼らは王様と呼ぶ人物を信奉し、ポケモンを人間から解放するため各地で悪事を働いているのだ。少年はプラズマ団と出くわすたびに彼らにポケモン勝負を挑み、その野望をくじいていった。この目つきで少年はずば抜けた頭脳を持った祭人 M という名の人物と出会う。僕はチャンピオンを超える、誰にも負けない存在となり、全てのトレーナーにポケモンを解放させる。プラズマ団の王様は彼だったのだ。一種地方で最も古くから立っていると言い伝えられているユーラ線の塔、頂上にたどり着くと M がゼクロムを従えていた。理想を求める英雄が現れた時、そのものに突き従うと神話に描かれている伝説のポケモンだ。少年はいつしか N と対決することになるだろうと予感し、より一層鍛えていった。この目つきでいよいよチャンピオンのアデクとの勝負だ。しかしそのアデクはなんと N に任されていた。突然ポケモンリーグを囲むように巨大な城が出現。数年前から地中に建築されていた N の城だ、気づけよ。少年は N とプラズマ弾を止めるため城へ乗り込む。腹筋ボコボコにパンチ食らった N は沈黙の後敗北を認めた。そこへインチキ親父ゲイチス登場。奴の野望はポケモンの解放などではなかった。 N を王様と祭り上げて人々を騙しながらポケモンを利用した世界征服を企んでいたのだ。洗脳、洗脳解除、洗脳。なんとかゲイチスを倒し N とさよならバイバイ。国際警察ハンサムと協力してシティケン人も逮捕。どこか遠くの地方で N らしき人物と黒塗りドラゴンポケモンの目撃情報があり気になった少年は、というお話でした。突撃ライバルのお部屋。新品のこの地図、くしゃくしゃになる頃俺たち、ねえ、どこまで進んでるかな？それでは、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。